モープロレッスン。はい、皆さんこんにちは、かえでです。そして三浦桃香です。よろしくお願いします。はい、本日は森永高滝カントリークラブに来ております。はい、もう私たち見てわかる通りすごい傾斜におりますこれが入れ替わってもすごいことになりますねトリックアートみたいな、はいはい、感じで、もう今すごい、まあ、こっちに打っていくとしたら左足下がりになるんですけれども、はい、今回モープロに来ているのは左足上がりと左足下がりの傾斜でどうやって打つのかですね。プロって傾斜じゃないのかなっていうぐらい普通に打っていくじゃないですか。そんなことないです。意外とやってますか、いろいろこうしてああしてここをこうしてみたいな。はい、それもね、アドレスだったりとかルーティーンで結構変わってくるので。距離ってどうですか。結構距離は、まあ、左足下がり、うん、左足下がり球が低くなる分ランが出てくれる。あ、だからキャリーは出ないけどランが出るので、まあ、トータル的には一緒ぐらいかなっていう感じで、はい、うんうんうん、左足上がりは球が上がる分距離が落ちてしまいます。へえ、そっか。いつも傾斜だったら一概に距離を落ちるからちょっと大きめにしとこうっていう、なんかもうアバウトな感じだったので、その辺も条件だったり教えていただきたいなと思っております。はい、じゃあまずは今いる左足下がりからやっていきたいと思います。はい、今がピンまで約123ヤードのところにおります。モープロは何番で打ちますか。はい、まあ、フォローもあるのでピッチングを持っています。はい、この時に一番大事にしたいのは素振りです。素振り、はい、ボールの手前で素振りをしていきます。はい、この時に手前が上がっているので、はい、手前に着地クラブがしやすい、またダフりやすいので、はいはい、いつも通りの構えでやってる素振りをしてみると多分若干ボール1個以上手前に当たると思います。うん、はい、なのでいつも通り素振りをした時にボール1個手前に落ちたってことは、少しボールを右側に置いて、はい、打ってあげないとうまくミートしないということなので、はい、そこを意識していきます。はい、あとはちょっとライが悪いのでスタンスを若干広くしてあげると重心が保てるのかなと思います。はい、あとは左足下がり、一番大事なのは体重移動です。体重移動で右足に体重を乗せてしまうと左足に思いっきりぶつけてしまうので、はい、重心が崩れてしまうので、スタンスを広くしてどっしりした時に体重は真ん中よりも少し左側に寄った状態のまま打ってもらいたいです。はい、基本的に下がってる方に体重をかけたまま打ってもらいます。はい、なのでボールの位置は少し右側、スタンスを広くして体重は下がってるところに体重かけた状態のまま打っていきます。体重かけた状態のまま打っていきます。おー、このような感じですね。はい、そうすると低い球なのでランが出てくれて距離がしっかり出る。でも距離はしっかりなんですね。はい、で私は素振りの時に若干芝をコンタクトしたんですけど、はい、打つ時もしっかり芝にコンタクトしないと、うんうん、スピンがどんどんほどけていくので、はい、しっかり芝に触れるようにしてあげればうまく当たるのかなと思います。結構振り幅はそんなに落としてないのかなって思ったんですけど。そうですね、これぐらいの幅だったらそこまで、なんて言うんだろう、バランスが崩れるほどだと体重度強くなるので、はい、うんうん、そこまではしなければ大丈夫っていうぐらいで、別にフルスイングできそうであれば全然しても問題ないんですけど、はいはい、素振りで重心が崩れないあれば8分ショットぐらいにしてあげればいいのかなと思います。わかりました、ちょっと私もチャレンジしてみます。あ、すごい、めっちゃターフ取れてる。土掘ってるでしょ。はい、ここがボールだと仮定した場合にちょっとスタンス広め、ボール右で左に今かかったまま、こう行かずにですよね。そうです、このまま。あ、でも左足が下がってる分、うん、本当に、あの、なんていうんですかね、クラブも上から下になるのでちゃんと体は浮かずにどっしりしておかないと、こう勝手に浮いちゃいますね、地面から。そうなんです、なのでスタンスを広い方が安定します。はい、いいですね。私は7番アイアンです。これぐらいでいいですか。はい、はい、お、うんうん、ちょっと方向があれだったけど全然問題ない。いい当たり、いい当たり、うんうん、結構いきました。なんかびっくり、ちゃんとあのミートしてる分球が上がらないから、その辺で止まるのかなと思ったけど、はい、ちゃんとボールは行ってくれますね。はい、出た、左足下がりの代表的なミス。
体重移動も結構強めになってるので、はい、右に乗ってました。はい、あ、右に乗った瞬間もう届かないんで。届かない。そうなんです。結構これ左足1本ぐらいな感覚の方がいいかもしれない。そうですね。でこの時にちゃんとスタンスが広くないと多分重心が変わりやすかったり、はい、ブレやすいので、はい、ここより強くなってくると下がった足をちょっと曲げるっていう、はい、曲げたままの方が良かったりもします。はい、ここはまだそこまできつくはないので、はい、必要ないかもしれませんが、でも一応曲げるぐらいここに乗ったイメージですね。はい、うん、ナイス、うん、ナイス、全然問題ないですよ。あ、全然いきますね、はい、結構転がる、うん、え、すごい転がる、もうグリーン横までいきました。本当え、すごい。そっか、なんか体重移動も大事ですけど、私の中の一番はボールが上がることを諦めることが一番、なんかしっかりボールにコンタクトして届かせるのにつながるなって思いました。うん、そうですね、上がらなくてもいいんですね。基本左足下がりのラインの時って砲台グリーンの時ってほとんどないので、ーコースの形状的にこう全体的に落ちてるか、もう最後まで平らなところが多いんですけど、砲台、はい、グリーンだったらもしかしたらそこまで転がらないかもしれませんが、うんうん、左足下がりなのでトップの時よりも球が勢いが強く重いのでしっかり前に跳ねてくれるから、はい、ある程度飛んでくれます。私も花道をちゃんと使ってグリーン乗せていきます。はい、ピッチングでも転がります。あ、すごい、この考え方がまず大事ですね。ありがとうございます。いい、はい、ということで左足下がりのレッスンだったんですけれども、やっぱり素振りが大事ということで、ここでまたももプロのルーティーンを見てみたいと思います。お願いします。はい、はい、まずは素振りからですね。はい、素振りの時はだいたいボールここに置くっていうのは決めずに、いつも通りのところからまず素振りしていきます。はい、そうすると手前に当たるので、ちょっと手前だなっていうのを意識して、はい、スタンスを広くしてボールを少し右側に置いて、で下がっている方に体重をかけたまま打っていきます。おーおー、わーすごい。ちょっとねランでオーバーしたくらい大きかったんですけど、でも、あ、でもそれぐらいしっかりボールにミートしてるってことですよね。はい、あ、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではこの後は左足上がりに行ってみたいと思います。続いて左足上がりにやってきました。ここからピンまでが138ヤードですね。はい、はい、モモプロは何番を持ってますか。はい、9番ヤン持っています。はい、左足上がり、これも全く同じように最初普通に通常の構えで素振りをします。はい、体重移動だけは右足にかけたまま、最初からかけたままフィニッシュまでかけ続けたいっていうのだけ意識して素振りをしていきます。はい、若干私は右足曲げますね、右足の方だけは、こういうイメージで打ちます。なのでボールは多分手前に当たりやすいので、はい、ボール私は真ん中で若干右になります。これ左の人もいるかもしれないので、はい、基本真ん中で一度素振りしてもらって、はい、微調整してあげるようにしてください。あ、必ず右ではないですね。はい、はい、もうスイング上ちょっとこうスウェーする方とかは若干左に刺さりやすかったりとか、はい、体重移動がずっとそのままできれば多分ボールはいつもよりも右側に当たるのかなと思います。わかりました。おお、ます、ナイスー、ありがとうございます。すごい、距離も方向もぴったり、やっぱり傾斜から打ってるように全然見えないんですけど今は最後もフィニッシュも右足一本な感じでいいってことですか。はい、左に乗らないってことがあるんですね。ぶつけたら刺さってしまうので、はい、ダフったりシャンクも出やすかったりします。左に乗るとどういう形になりやすいですか。左に乗ると刺さる、クラブがこう刺さってしまうんですけど、抜けないんだ。それがずっと右足に乗ってれば、はい、うまくクラブが出やすい、振り抜きが良くなります。はい、試してみてください。ずっと右足ですね。はい、ちょっとやってみます。これは左足下がりと一緒でちょっとスタンスは広めのがいいんですか。広くなくていいです、いつも通りでいいです。あ、わかりました。あんまり多分ここは重心崩れることないと思います。このまま素振りをしてみます。そうそうそう、あ、私はちょっと左側に落ちました。
若干どちらかというとスウェイするタイプなので、はい、でも全然別にそれが悪いわけじゃないので、はい、ちょっと右にいたまま、そう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 、あ、じゃあ私は少しボールを左目にしてでいいですか、はい、はい、で右足にかけたまま、はい、打ってみます。ナイショー、ナイショー、え、すごい、え、めっちゃいい当たり、え、距離もめっちゃ行ってます。今7番アイアンなんですけど、普段130ヤードくらいなんですよ、うんうん、でピンまで138なので距離落ちずにほぼ行ってくれた感じです。すごい、しかもなんかスムーズだった。あの、でも本当に気にしたのは右足にずっといることだけだったので、うんうん、正直フィニッシュはあのいつも自分が理想としてるフィニッシュじゃないじゃないですか。そうですね、だからちょっとなんか罪悪感というか違和感ありますね。そう、違和感あります。左に乗らないっていうことを普段してないので違和感はあるんですけど、やっぱ軸を変えずにこのまま振ったら結構あの振り幅もそんなに抑えなくてもいいし、ボールも勝手に上がってくれるっていう感じでした。そうなんですよ、すごい。なのでアドレスで、はい、あのボールの位置どこに置くかっていうのを決めるのではなくて、はい、素振りで一度自分がどこに落ちるのかなっていうのを知らないと、はい、ボールの位置って決められないっていうのがちょっと今回分かったと思うので、はい、素振りを本当に大事に、で実際打つ時と同じように素振りをしてもらって、はい、どこに着地するのかっていうのを知るのってすっごい大事だと思うから、はい、ちょっとどんなライでも、うんうん、一度芝にコンタクトしてあげてボールの位置を決めてあげるっていうのは意識してみるといいのかなと思います。わ、はい、かりました。じゃあ今回の左足上がりでは本当に右足体重から変えないっていうこと以外はもう素振り次第ということなんですね。そうですね。じゃあもう一度ルーティーンを見せていただけますか。はい、お願いします。うん、本当に体重移動ゼロ。そうですね、体重移動はゼロにしたいですね。で構えて、私はちょっと手前側に当たるのでボールをいつもよりちょっと右にして、はい、ちょっと膝を曲げるぐらいも右足かけます。その状態のまま打っていきます。その状態のまま打っていきます。うん、すごっ、ちゃんとドローするんですね、この傾斜で、はい、ナイショー、ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんとターフするから、すごい、このちょっと後でターフ取ってください。はい、ということでみんなが大嫌いな左足下がりと左足上がりだったんですけれども、どっちもなんか大きく変えるということはなくて、どちらかといえば左足下がりの方が注意点としてはちょっと多かったかなと思います。どちらも素振りをしてちゃんとボールの位置を確認っていうことでしたね。しかも自分がどれだけこう傾斜に流れやすいのかっていうのも分かるので、一度素振りで確認する、はい、なのであの素振りをね結構運動みたいな感じで、うん、こう流れでこうふわふわっと打つ方は、はい、もう少し実際に打つ時と同じように打ってあげることでスコアぐっと縮まると思うので、うん、はい、意識してみるといいのかなと思います。はい、で今回でもプロやっぱりあのこういう傾斜でもターフをしっかり取っていくっていうところがなんかやっぱさすがだなと思ったのと、やっぱり私たちもそのふわふわと打つじゃなくてちゃんとボールを打ち込まないといけないなっていうのを改めて確認で思いました。で今回は左足上がり下がりだったんですけれども、次回ですねつま先上がり下がり、もうこれもたくさんやってきますので、はい、教えていただきたいなと思っております。そちらの動画を見てください。本日もありがとうございました。ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらだよ。また見てね。